寒い。広島寒いですよ。どうも、ブンカラです、今回はですね、じゃん。ハッピーキッチン、本物そっくりのハンバーガーを作っちゃおう。これをね、ドンキで見つけたんで、ちょっと今日はこれをね、作っていきたいなと思います。なんかこう、子供向けだよね。チーク菓子っていうのかな。なんで、ちょっとこれで、ちょっと大人の僕が素晴らしいハンバーガーを作ってですね、子供たちにこうやって作るんだぞっていうのをね、見せつけてやろうと思いますよ。さあさあ、ちょっと作ってみようかな。よいしょ。じゃあちょっと開けましょうかね。いやー、ちょっと開け方ミスった。いや、大丈夫。中身は、こう。なんかかわいい。なんだろうこれ。なんかいろいろ袋にさ、付属品があって、あ、これがなんか飾りになるんだね。ハサミで切ってできたものに合わせると。とりあえず開けてみようか。作り方が書いてあるので、点線に沿ってハサミで、ハサミ？とりあえずちょっと切っていくね。えい。さあ、中は、どん。出たこのねるねるねるねパターン。俺、こういうのね、結構苦手なんですよ。俺、こういうの結構苦手なんですよ。中はフォークとかスプーンとかなんかいっぱい入ってるけど。まず、ポテトを作ろう。うん。ギザギザがついているトレーにポテトの素を入れ。待って。ギザギザが、あ、これね。ギザギザがついたトレーに、これ、切れんの？これは。これ全部ハサミで切るんだね。オッケー。よし。オッケー。ギザギザがついているトレーに、ポテトの素ってどれだよ？ポテトの素。ポテトの素を、これに入れたらいいの。ちょっと待ってよ。あ、こぼれた。ポテトの素をこれに入れるんだね。はい、ポテトの素入れました。入れたら、三角カップ2杯の水を入れて、これ？三角カップ。ちっちゃいよ。これ2杯水入れたらいいの？じゃ、ちょっと待って、入れてくるよ。2杯ね。入れて、よく混ぜます。はい、よく混ぜます。じゃ、混ぜまーす。なんか、なんか、ねちゃねちゃです。ねちゃ、あ、待って。ポテトの匂いがする。マジで？ポテトの匂いするよ、これ。指でま、なに、次の工程が知りたい。指で混ざったら、ん？指で混ざったらじゃないよ。混ざったら指で押して平らにします。指で押して平らにすればいいんですね。了解ですよ。はい、じゃあ平らになりました。これを、何？混ざったら平らにして、電子レンジで加熱。電子レンジで加熱するの？ポテト？約30秒。じゃあ、ちょっと加熱していきますよ。30秒ね。で、その間に、次の作ろうか。トレーに、これかな。トレー星のマークがついてるんで、これに、ハンバーグの素を入れ、三角カップ、また三角カップ？すごい三角カップ万能じゃん。もう待って、ピーピーって言ったけど、ちょっと待って。ハンバーグの素を入れて、ハンバーグの素を入れて、これハンバーグの匂いすんの？わかんね。ポテトと、水を入れたハンバーグの素ね。
十分に冷めたら型からひっくり返して冷めるまで待つと。スプーンでまとまるまでよく混ぜます。あ、了解です。ポテトついてるけど大丈夫かな。で、ちょっと混ぜていきますよ、ハンバーグの素ね。三角カップ2杯ってすごい万能だね、これね。あ、ちょっと待って、すごい。あ、待って、これ水入れたらさ、なんか固形になってなんか匂うんだよね。あ、でもちょっとね、これね、信じれんかもしれんけど、さっきから本当にそれの匂いするんよね。これもね、ハンバーグの匂いがする。マジで。あ、なんかお腹空いてくるよ。ハンバーグ大好きなんだよね。すごい匂いするよ、これ。マジで。なんかこれだったら食べてもいいかもって思ってきた。こんなの公園の砂場で見たことあるよ。いや、だいぶまとまってきたかな。よし、できたよ。手で丸めてトレイのハンバーグと書かれたとこに入れ、手で丸めて、ま、いや別に俺潔癖なわけじゃないよ。なんか一応ね、衛生的にね、丸めて、この真ん中のハンバーグってとこに入れて指で押すと。はい、了解。押しましたよ。これでいいですか？完全にこですけどね。次にトレー欲しいにパンの素、あ、これにパンの素。ちょっと待って。すごいハンバーグの粉とか残っとるけど、パンの素を入れるの？これ洗わんでいいんかな？パンの素を入れて水を2杯、また三角カップの入れるんだね。で、ダマがなくなるまでよく混ぜると。オッケー。じゃ、パンの素入れるよ。よし。じゃあこれをまた三角カップの水を入れてきたらいいんだね。オッケー。じゃあちょっとパンの素混ぜていきますよ。これすっげえ緩いけど大丈夫なんかな？これめちゃくちゃ緩いよ。でも2杯しか入れてない。パンはこの緩さなんかな？このパンをハンバーグの型の両サイドに内側の線まで入れてください。了解です。じゃあちょっと内側の線まで入れすぎました。じゃあこっちも入れていきます。やばい。あっちに入れすぎたよ。こっち全然足りない。ちょっと返して。電子レンジで加熱して冷まします。了解です。そしたら次は、あ、これをポテトを出せばいいんだね。ほい。ポテト出てこないんですけど、あ、出てきました。ポテト、お、なんかポテトっぽい。このポテト汚いな。ギザギザがついたトレーにチーズの素を入れ、そこに一杯の水を入れてよく混ぜます。了解です。チーズ入れてまた水を一杯入れてくればいいんだね。了解だよ。ハンバーガーが焼き上がったよ。っていうか、マジでハンバーガーみたい。真ん中のはやっぱどう見てもうんこだけど。スプーンどこ？スプーン、汚いよ、これ。ちょっとこれはさすがに、ちょっと、アウト。やべ、なんか固まっとるじゃん、ちょっと、今の間に。やばいやばい。今ちょっと洗いに行っただけなのに、ちょっともう固まりよんだけど、これ。ちょっと待って。チーズ、これ、手でこねた後薄く。手でこねる？これ、底がさ、ギザギザでさ、粉がね、溜まるんだよね。この辺、ちょっと、考え直した方がいいと思う、俺。薄く伸ばしてハンバーガーシートにあるチーズの大きさガイドに合わせてナイフで切り。これ？ハンバーガーシートって。青い四角に合わせてチーズを伸ばしてナイフで半分に切ろう。俺この袋の外見にやるのやだ。いやだってさ、そもそもこの袋は清潔に保たれたのかな。細かい。ちょっと神経質か。伸ばしたらこれを半分に切ればいいんだね。真四角なんて無理だよ。よし、半分に切りました。半分に切ったらチーズを2枚。あ、これでもう終わりなんだ。ケチャップを作ろう。ギザギザがついているトレーにケチャップの素を入れ、はい、ケチャップの素入れました。三角カップの水に、またかよ。なんか歯医者さんで抜歯した後にさ、
うがいしたらこんなのできるよね。これをまず混ぜていけばいいのかな。ああ飛び散った。よく混ぜます。はーい。あーでもこれもケチャップの匂いするなー。ケチャップっぽくなったね。さあ仕上げをしよう。あもう仕上げ、なんか使ってない粉とかあるけどいいんかな、後から使うんかな。型を後ろから押してパンとハンバーグを取り出しましょう。了解です。いや、あ、パン、パン、パンが出てこないよ。パン、いや、あ、パンで、パン、パンだ。パン、はい、できてます。なんか楽しい。パンを半分に、ハンバーグは4等分に切ります。どういうこと？パンを半分に切る。半分？半分って？半分？パンを半分に切るって？ 2 個できるってこと？じゃあこれをこう、こう、切って、え？ハンバーグ4等分に切るのこれ。こんな細いの4等分に切れる？あ、これ、もうちょっと膨らむんかな、ほんとは。汚いけど、大丈夫なはず。で、パンを置いて、その上に、ハンバーグ、ちょっと、ハンバーグを置いて、この上に、チーズ。はい。さらに、この上に、ケチャップ。で、さらにハンバーグ。ハンバーグ！なんか、醤油みたいだし、爪楊枝長いし、食べてみようか。うん、食べてみよう。食べてみよう。まあ、ハンバーガーこれは。冷めたハンバーガー。うん。冷めたハンバーガーみたい。なんかね、うん、冷めたハンバーガー。でもね、本当にハンバーガーの味はする。ポテトも、なんかほっといたらすぐ硬くなるけど、ポテトっぽい。こら、これ怖いよ。マジで。作るのを楽しむやつだ。味を求めてダメだね。普通に料理しよう。普通に料理しよう。ね。普通に料理する。なんか次やるときはちゃんと普通にお菓子作るわ。ごちそうさまでした。